どうも虹色ライダーでございます。虹色映像始まりました。勝手に、雪降ってますね。とっても、朝ですけども、これから仕事ですが、ドライブトークということで、せっかくなんでね、この雪景色、北海道の、冬景色を見ながら聞いてもらえたらななんて思っております。めちゃめちゃ降ってますね。で、おーリスリス危ない、映ったかな今いつもとね違う道で、行ってます。ドライブトークの時結構温泉街側っていうか、まあ、洞爺湖の南側を、まあ、よく通るんですけど、こっち側は、まあ、通ったことあるか過去にね。まあ、要は北側で、僕の、まあ、家が西側にあったとして、あったとしてであるんですけど、まあ、職場がその洞爺湖のね、東の方というか、そこを抜けて次の隣町まで行かないと、職場にはたどり着かないんですね。で、なんとなくタイムを測ったところ、どっちから行ってもそんなに変わらないっていうことが分かったんで、僕気分で結構今日はこっち行こう、あっち行こうみたいな感じでやります。で、最近南側ばっか撮ってたような気がしたんで、たまにはこの北側の、景色も、撮ろうかなという感じでいきたいと思いますが、まあでも喋る内容はですね、いらないものシリーズということで、今回も、僕の完全なる主観で喋、っちゃいますけども、共感してもらえたらななんて思っております。でも今回はですね、なかなか共感得られないいらないシリーズです。いらないものです。シャンプーリンスがいらないです。はい、いやいやいや、生活必需品でしょと多くの方が思うかもしれませんが、まず理由、大きい理由として、もう細かいことを抜きにします。体に悪いからです。体に悪いですよ。うん、で僕もね、いつだろう、もうだから今使ってません。一切家にありません。何年前だ、4年5年ぐらい前から多分使ってないんですよ。もうお湯のみ、それでも十分です。っていうか、それがいいんです、はっきり言って。体に悪いから、シャンプーリンスはね。なんで体に悪いのかと言いますと、まあ、中に入ってる成分ですよね。界面活性剤っていうのがまあ一番かな。うん、まあ、他にもいろいろあるんですけど、防腐剤とか、まあ、香料とかもあるか、いろいろありますが、合成界面活性剤かな、2つ確かあるんですよ。天然界面活性剤っていうのと、天然だったらまだ多分高いけど、うん、まだマシなのかな、まあ、ほとんどが、市販で売ってるのは合成界面活性剤。はい、まあ要は、何を言えばいいだろう、まあ、発がん性物質なんですよ。界面活性剤っていうのは、その水と油が混ざるようにするための、化学物質だと思ってくれていいですね。それで、そのために、その混ぜたいからそれを入れると。で、それがまあ体にすごく毒で、そのさっき言った発がん性物質があるんで、それを使い続けることでがんになる可能性は高くなるよっていう話ですね。まあ、その医学的なことをね、ここでね、詳しく言ってもあれだし、僕もそこまでめちゃくちゃ詳しくはないのであれですけども、要は、まあ、でも実際使ってて、いや、ならないじゃないかとね。僕も今までずっと使ってましたから、シャンプー当たり前だと思ってましたから。で、結局はあれは蓄積されるんですね。その1回2回100回200回だと別にそんな効果というかね、じゃあ癌になるのかって言ったらならないと思います。はい、あれはどん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 蓄積されて、長期的に使うから体にものすごい後から負担がかかる。だから年取った時に、大きな病気になりやすくなるんですね。で、さらにそれが原因だってわからないんですよ、結局。で、癌になったとしても、じゃあ結局どれが原因なのかっていうのはわからない。でも原因の一つにはなってるかもしれないっていう話なので、だったら最初から使わなきゃいいんじゃないかなっていうのが僕の理屈なんですけど、ま
当に人間ってがん細胞あるんで、それに、自分のそのいい細胞というか戦ってくれてる、毎日がん細胞に勝ってるからがんにならないんですね。だから元々あるそのがん細胞が協力的になっちゃったら、自分の持ってるいい細胞が負けちゃったらがんにまあなっちゃうと。発がん性物質と言われているものは、その元々あるがん細胞を強力にしちゃうものだと思ってくれていいかなと思います。だからできるだけそれは取らない、がん細胞を強くしちゃうから。まあ食べ物でもありますけど、食べ物は分かりやすいですよね、口の中に入れちゃうからね。でシャンプー、まあ、リンスは飲まないけども、頭皮につけるわけだから、頭皮には無数の毛穴がありますよね。もちろんそこから入るわけですよ。入っている感覚はないけれども、体の中に入って蓄積されていくという仕組みです。でお湯で髪を洗っても頭を洗ってもなかなかそのフケとかね、あとまあかゆみとかそういうの取れないじゃないかと、言われる方いるかと思います。取れます。その代わりシャンプーを使ってる感覚の感じで洗わないように、要は念入りにというか、ちゃんとあの指で頭皮をもう本当マッサージというか揉むように、やります。そうやってこうさらっとじゃなくてもがっちり、傷つけちゃダメですけどね、それでやれば、全然あのベタベタとかにもならないし、最初はもしかしたら慣れないかもしれない、でも後から絶対あの慣れ、もう僕もだから5年くらいなんでね、全然大丈夫です、だし、まあちょっと長めというか頭を洗う時も長めに念入りにやってくれたらなと思います。あの結構やってる周りにはいないけど、なんだっけ、芸能人でやってるっていうのは聞いたことあります。タモリさんとか福山雅治とか、なんかそうらしいですよ、本当かどうかは知らないけど、なんか聞いたことはある、なのでまあ慣れない人は最初ね、なんだ、1週間の半分、1日おきにやるとかでもいいですし、まあ試してみてください。僕も最初は全然慣れなかったんで、まあ今日はちょっと使おうかなっていうのはありました。ちょっとずつ減らしていったって感じで、もう今は完全、使ってないですし、うちの妻も、もううちの妻がもともとやりだしたことなんで、もう彼女はもうかなりずっと前からやってないです。それでも全然あの大丈夫です。で、フケって頭皮の問題だけじゃないんですよ。肝臓が悪いとフケて出るから、だからフケで出てるイコール、頭ちゃんと洗えてないんじゃないかって思う方いるかもしれませんが、そのこともあるけども、そもそも肝臓があまり良くないとフケっていうのは出ちゃうから、そこ勘違いしないでほしいです。だから肝臓を良くするのはどうすればいいのかって話になっちゃうけど、まあそこはいろいろね、添加物取らなかったりとか、そういうのを、気にしてください。まあそれなんで知ってるかというと、僕整体師の一応免許持ってるんで、その辺ちょっと勉強したというか、それで知ってます。ということで、なかなかね雪は溶けてくれませんが、頑張って北海道生活、もともと北海道民だけど、これからもずっとこの地で頑張っていこうかなと思っております。あとですね、もう一個言うの忘れた。そのシャンプーで例えば植物なんたらとか天然なんたらとかって書いてる売りのシャンプーあるかと思うんですよ、市販で売ってるやつ。騙されないでくださいね。ちゃんと成分を見れば載ってるんで、本当に天然かどうかって、名前だけはその天然みたいな感じで書いても中身は実は天然じゃないということは全然あるので、その辺はしっかり成分を見る、
て、その成分が何かが分からなかったらネットかなんかで調べる。でネットも真実はあるけども嘘もいっぱいあるんで、そこはいろいろ見比べる。要は本と一緒ですよ。こっちの本ではこれがいいって言ってるのに、あっちの本ではこれは悪いって言ってる。どっちが正しいのっていう感じです。それはもう自分で決めるしかない。はい。だから僕もそのネットをちょっと見たんですよね、この話するにあたってどんな感じで書いていくかなと思って。だからやっぱり防腐剤とかは別に体に悪くないみたいなことを書いてる人がいたし、全然そんなことねえしとか思って体にいいことはねえから絶対。はい。要は国がこの基準としている数値かな、コンとか回数とかかな、わかんない。その要は1回使っても有害なことはないと。それはそうだと1回使うと相当強力な毒だろうっていう感じなんですけど、要はその基準しかないし、基準とされてる人間像は成人の、健康的な人を基準にしてるんで、もともと免疫とか悪い方、それこそ肌がすごく弱い方とかだったら全然その基準に当てはまらないんで、だからそこはもう使わないに越したことはないんですね、だから食べ物に関しても、この1回、まあ何だろう、1袋でもいいや、スナック菓子でもいい、この1袋を1日でたらい上げても害はないと、そういう基準だから。じゃあこれを1万袋食べたらどうなるのかっていうとこは検証してないし、それこそシャンプーを30年使い続けたらどうなるかなって、もちろん検証してるわけがないですね。できるわけないから、そんなの。そこに着目するともう使う必要はないかなというところに僕は行き着きました。はい。それでも使いたいって人は使えばいいかなと思います、自分のために。要は使わないことがストレスになるんだったら、それはそれでまた問題だし、僕はもう、その人の自由かなって思いますけども、まあ、がんとかそういう大きい病気になった時はなんでとか思っても僕はうんっていう感じになっちゃいますね、そういうのが原因なのになって、はい、ちょっと冷たいかもしれませんが、そういう風になってるんで。ということで、今回の、いらないものはシャンプー、リンスです。虹色映像終わりたいと思います。最後まで聞いてくれてありがとうございました。さよなら。誰も起きないと決めつけて暁を飛ぶ、不安定だと知ってても落ちないことは分かってた。どうすることがいいのか、さまよいながら見下ろした。これが幸せですと渡されたら、僕はきっとばらまくだろう。あなたが抱えたほんの少しの問題も打ち明けてくれたら、きっと答えてあげる。暁の空に浮かぶ船から見えるのは、涙も出ない祈り。守ってあげたいとか、そんな気は全然なくて、邪魔はしたくないから、邪魔もされたくない。煩わしい駆け引きが何十もの壁を作り出す。空から見れば滑稽だって部屋の
行き詰まってしまうこともある。叶えてあげたい願いも知らなきゃ星は光らない。暁の空に一瞬流れて見えたのは隠してた星。